さあさあさあ本日も村訪問をやっていきたいと思いますちなみにこれねテイク2となっておりますさあ顔文字村の世界といったところで実はねさっきも動画を撮っていたんですけど僕が録画ボタンを押し忘れていて一人でひたすら30分無駄に話していたっていうねそういう悲しい出来事がありましたっていうわけで実はさっきね村を一通り見たんですけど部屋の中と 仕方ないのでもう一回ね見ていこうと思いますちょマジかよ録画ボタンを押し忘れるとか初歩的なミスをしちまったわいやーマジでさ録画ミス悲しいわっていうところでまたまた村をねこうやって探索していきたいと思いますそうさっきね頑張って話していたんだけどもう仕方ねえからもう一回ね話すわうんっていうわけでこちらの方に行くと 住宅街が広がっていてで、下に行くとね、桜とか風車があるんですよ。で、切り株があるといったところで。まあまあ、村をね、一通り見た感じだと、おそらく桜をモチーフにしてるのかなと思いますね。そう、桜の木がね、だいぶあるんですよ。でまあ、花が所々に植わっていて、石畳のマイデザインが道代わりになっていますね。いやー、マジでさ、マイデザインよくできてるよね、これ。 どこのドイツか知らないけど楽しんで帰ってくれ <laughs> お前ささっき喋らなかったかまあいいやでここら辺にはフルーツがあるといったところでさあ上に行きましょうかいや桜吹雪がめっちゃ待ってますねいやー今年さ花見全然してねえわねえなんだかんだで毎年するんだけど今年はね色々忙しくて全然しませんでしたねうん まあ、桜並木の中を自転車で、ね、走り回るって言ったことはしていたんですけど花火団子食いながら花は見てなえな、まあ、どちらかというと花火団子食いたいだけなんだけどっていうわけでここら辺は、まあ、桜公園みたいな感じかな、まあ、ベンチがあって花時計があってみたいな感じでおここサムネにしようと <laughs> じゃサムネにしたいからちょっとねエモート使っとくわ でまあ、なぜかよくわからんけどここに本が落ちているんですよねそうさっきもね全く同じルートで行ってたからさもう覚えちゃったんだよねそうでこっちの方に行くとまた家があるんですよね確かそうそうそう基本的にはマイデザインをこのような形でしっかりと敷き詰めて道とか街道をしっかりと整備しているっていう感じでしょうかでここら辺にハンモックが張って で、花畑になっていると。で、こちらにまた時計があって、電光掲示板があって、こっち、タワーなかったっけほら、やっぱタワーあった。<laughs> そうさっき見たからさ、そのタワーがあったんですよね、ここに。うん。都会っていう村ではないんだけど、なぜかタワーが立っているっていう。そして電光掲示板もあるっていうね。まあまあ、ここら辺は近代的なスペースですね。うん。近代スペースみたいな感じでしょうか。まあまあ、村の雰囲気とかはかなりいいんじゃないかな。 ちなみにこの村もリスナーさんの村ですね僕の1個前の動画か2個前の動画かわからないんですけどそちらの方に夢番地はおそらく載っていると思うので気になる方は行ってみてはどうでしょうか基本的には僕の村訪問は今まで誰も行ったことがないような村をね訪問していこうと思っていてっていうのも やっぱりそのすでにみんなさ実況者が訪問し尽くしている村を訪問したところで、まあ、つまんないと思うんですよねだからこうやって新規のいい村をどんどん発掘していこうと思ってますだからまあ村にね自信がある方がもしおられましたらこうやって紹介させていただく可能性もねもしかするとあるのでぜひね気軽にコメント欄に夢番地を書いておいてくれリアッチョ快適 <laughs> 名前がすげえななんでリアッチョなの っていうわけで上の方に行くかってかマジでさ村めっちゃ整備されてるなまあきというよりしっかりと整備されているみたいな感じかなうんでこちらに行くと果物畑があってでしっかりと住民の家がありますねとりあえず中に入ってみますかね時間も時間なんで <laughs> 確かさここの村家が4個か3個かあったよねで見るのも時間かかっちゃいそうなんでっていうわけで早速ね 家の中を探索していいいきたいと思いますで早速家の中を見ていきたいんだがかなりごちゃごちゃしてるな何だこれ <laughs> これは何をモチーフにしてるんだろう庭かな多分庭だと思うんだけどどうなんでしょうかまあガーデニングとかかなまあまあちょっとねあまりよくわからないんだけどおそらくそういった部分をモチーフにしてるんではないかと思う、まあ、ハンモックもあるしね で、こちらの部屋に行くと、何があるんだろう。<laughs> ちょ待って、なんか行けないんだが、あー、花が邪魔してた。で、こちらの方は、リビングってわけではないかな。なんか客間かな、これは。どちらかというと。ね、プライベートの部屋とかではなくて、客間みたいな感じですね。うわー、ホットケーキがあるホットケーキ食べてー <laughs> 俺さ、ホットケーキめっちゃ好きなんだよね。ホットケーキが食いたくなってくるわ。 ね、動物の森のさ、食べ物めっちゃリアルだよね。よだれが出てくるわ、マジでちょ。よだれ垂れながら実況していきますけど、ご了承くださいっていうところで、これは何だ看板だよね。さあ、次の部屋に行きましょうか。一番奥の部屋ですね。で、こちらの方は、おめっちゃ部屋の中、ちゃんとできてるな。すげえ。 どちらかというと、こちらもリビングとかではなくて、寝室かな。まあ、パッと見に寝室だよね。ベッドが2つあるっていうことは、まあ、2人で住んでるっていうイメージでよろしいでしょうか。<laughs> そしてなぜかよくわからないけど、シングルベッドが2つあって <laughs>、ダブルベッドではないっていうね。これは一体何を意味しているんだろうか。で、こちらに行くと、電子辞書かな、これは。 多分電子辞書だと思うんだけど、まあ、とりあえずこちらの方は寝室ででふすまみたいなもので区切られてるっていう感じでしょうかでこちらの方に行くとまあテレビがあって、まあ、ケーキ食べながらテレビが見れますよっていう感じでしょうか夢と思い出がいっぱい詰まってるそうなのコメントがわざわざ臭すぎるんだけどとりあえずテレビでもつけとくか何もとなかったら寂しいしねっていうわけで次の部屋に行きましょうか はい次は右の部屋になりますでこちらの方はおそらくキッチンではないでしょうかまあ、キッチンというより食卓かなだからおそらくだけど1個目の部屋が庭でで一番奥が寝室ででこちらの部屋がおそらく食べるところなんだろうねっていうわけで多分ねうーん何て言ったらいいんだろう普通の家かな <laughs> 普通の家としか言いようがないよねまあ、普通の家を イメージしてて作られてるのかなと思います、うんまあ、何かしら特別な芸とかはなくて本当に純粋に普通の家をイメージしてるんじゃないでしょうかねかなりおしゃれだけどただ2人で住んでるにせよ食べ物が多すぎないか大丈夫これ心配になってくるんだけどさあ次は地下室になりますで地下室に関しましては おそらくトイレとバスルームを意味してるのではないでしょうか <laughs> とりあえず用を足していくかねえ1週間ぐらいトイレ行ってねえからな仕方ねえ人の家だけどトイレ行くわうんっていうかさトイレに仕切りないんだけど大丈夫これバスルームにも仕切りないんだけど <laughs> 寝室にも仕切り作るんだったらせめてこちらの方にも仕切り作ってあげて <laughs> 恥ずかしいじゃんだってねえ恥ずかしくないか そして謎にフラミンゴがいるっていう。おっしゃー !2 階に来たぞーっていうことで、2階に来たんですが、さあ、どんな感じでしょうかまあ、こんな感じなんだけど。まあまあ、なんとも言えないコメントに困る部屋やな。なかなか。まあ、プライベートの部屋って言ったらいいんでしょうか。ねえ、まあ女の子が住んでそうな部屋ですよね。おしゃれな。 でまあ、ドレッサーとかもあるから、おそらく女の子の部屋でしょうね。うん、おそらく。<laughs> ね、なんとも言えないけど、あ、もしかするとこれ子供の部屋かな。さっきの奥の部屋は親の部屋で、で、2階に関しては子供部屋みたいな。まあまあ、見た感じだとそんな感じじゃないでしょうか。まあ、子供って言っても女子大生とか女子高生ぐらいの年齢になると思いますけど。さあ、この村は家が複数あるので、 次の家に向けて進撃していきましょうさあ進撃の巨人だっていうかどこだろう次の家とりあえずこっちの方まだ通ってなかったかもしれないのでこっちをとことか歩きながら家を目指しましょうかお噴水があるいいね <laughs> いいねいやそれにしてもさあどこの村も噴水とか作ってるよね さあ、続いて、次の家に行っていきましょう。っていうところで、さあ、果たしてどんな家なんでしょうか。お、なかなか近未来的な家じゃないこれ。いい感じじゃん。なんかおしゃれな庭みたいな感じじゃないお、女の子がいる。入りね、アイラブビール、プハー <laughs> 昼からビールか。お前大丈夫か。酔っ払いかよ。確かにね、ビール飲むにはいい環境だけども。 昼からビールはやばいぜ。<laughs> まあこの動画を見ている人が夜か昼かわからないけど。そして右の部屋にやってまいりました。さあ右の部屋に関しましては、お風呂がある。風呂とトイレかなそしてお風呂は中にあるけど、トイレはむき出しになってるっていうね。まあユニットバスとかではないんでしょうね。っていうわけで、こちらの方を見ると、おなんか女性物の,のパックとかが置いてありますね。鏡とか。 っていうことは、女風呂なんかな女風呂か、まあプライベートの風呂か、ちょっとわからないんだけど。おめっちゃよくできてる。すげえな、これ。風呂の中再現されすぎじゃねそして、マーライオンもあると。ね、まるで温泉ですよね。そして、マーライオンが <laughs>、水を風呂に向けて流し込んでると思いきや、残念ながら風呂には入らずに地面に落ちてました。 まあそこは突っ込んだらダメなんかな。ね。めっちゃいい風呂だよね。エメラルドグリーンみたいな。もう飛び込みてーはわ。風呂入りたくなってくるな。そしてなぜかウォーターサーバーが風呂の中にあると。まあまあね。お風呂入ってると喉渇くから仕方ないよね。<laughs> っていうわけで、次の部屋に行きますか。うん。次の部屋に行くか。よいしょと。さあ、お次は奥の部屋にやってきたぜ。 で、奥の部屋に関しては、まあ、パッドミーだと、リビングかな、これは。まあ、リビングっていうより、まあ、1LDK で言うと LDK の部分に該当するかな、これは。まあまあ、そちらの方にはキッチンとかがあって、で、あれですね、さっき入ってきた側の方は、テレビとか、あとは食卓が並んでるっていったところで。 まあ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 なかなかねいいデザインをしてるんではないでしょうかそして電子レンジと冷蔵庫があってこれは一体何だうんかなりいいんじゃない見えちゃった見えちゃった <laughs> 何が見たんだよね結構いいじゃんこれ加湿清浄機かなこれはまあまあ一般的な家庭の食卓みたいな感じでしょうか、まあ、テーブルの上にも食べ物がいっぱいありますしねさあ続いて左の部屋にやってまいりました でこちらの部屋に関しましてはなぜか車がありますねこれはなんだろう車庫をイメージしてるんかな車の車庫みたいな感じかなまあまあおそらく見た感じだとそうだと思うんですけど違うかもしれないどうなんだろうだけどまあここら辺に車の整備をする道具であったりとかで車が複数台あるのでおそらくそういったイメージで間違いはないと思うんですが そして、なかなかゴージャスな車庫じゃないこれ。ね普通に住んでも悪くないぐらいの部屋な気がする。まあ、部屋か車庫かどうかわからないけど。で、真ん中にはタイヤがありますといったところで、で、こちらの椅子に関しては、まあ、休憩するところかなうん。まあ、そんな感じでしょうか。さあ、お次の部屋に行ってまいりましょう。っていうわけで、2階にやってきたんですけど、 さあ、パッと見だとこんな感じかな。うーん、どちらかというと、個人部屋みたいな感じでしょうか。で、男性か女性かで言うと、うーん、これはちょっと難しいな。まあ、女性っちゃ女性なんだけど、男性が住んでてもおかしくない部屋ではあるからね。なかなかね、いい感じではないか、ここも。うん。ただ、女性物の,のバッグがあるから、もしかすると女性かもしれないね。 まあそこにかかってる服も女性ものだしさ <laughs> そしてペットのワンちゃんがいるとただこちらダブルベッドルになってるからもしかするとね二人でここの部屋を寝室として使っている可能性もありますねいやーだけどそれにしてもさ小物がしっかりと配備されていてかなりね部屋もうまく作られてるんじゃないかなと思いますねそうそうそう なんかこういう細かいところにこだわりが感じられるすげえよねそしてあっちのベッドの方にも何かねいろいろ置いてあるし花瓶と時計かなねめっちゃおしゃれだよねこれそして音楽もおしゃれだしさケケディスコかえいいなケケディスコさあ地下室にやってまいりましたさあこちらの部屋はどんな感じになっているんでしょうかただパッと見だと エアというより店ですよね、これ完全に。完全に物売ってるよね。まあ、左の方はカツラとか売ってるのかな、まあ、小物系とか。で、こちらの方に行くと、まあ、こっちも小物系かな、まあ、小物系が多いですね。で、こちらの方に行くと、バッグが売っているといったところで。そして、着替えるところもあるしね、完全に売ってますよね。で、服もあるし、靴もあるといったところで。 なんかおしゃれなマダムが行きそうなお店ですね、これ完全に。めっちゃ高そう。すでにさ、高級感溢れるんだけど。で、こちらの方にも服が売っているのかな。まあまあ、多分そんな感じではないでしょうか。で、ところどころにこのような形で靴もあるといったところで。いやー、BGM もめちゃくちゃいい雰囲気を出してますよね、これ。いやー、結構ね、参考にできる部屋じゃないかな。 まあ部屋って言い,いより店っていう感じですけどまあ店をね作りたいっていう方がおられましたらぜひね参考にしてみてはどうでしょうかさあさあ続いて次の家に行ってみましょうさあ中身はどんな感じになっているんかなおおなんだこれはこれはジャングルかジャングルではありませんねまあなかなか突っ込みづらいところですけど まあ、庭みたいな感じかな、まあ。パッと見だと庭をイメージできますよね。うん。なんか高級住宅街の中にある庭みたいな感じかな。これは。とりあえず左行ってみましょうか。さあ、左の部屋はどうなっているのか。さあ、やってきました。<laughs> やってきました。っていうわけで、なぜかトイレがあるという。そしてトイレに真っ先に目がいくっていうね。 でまあ、こちらの方を見ると、まあ、バスルームみたいな感じになっていますねだからまあこちらの部屋に関しましては、まあ、バスルームっていう感じかなそしてついでにトイレもあるっていう感じでしょうかうんまあ作りとしては非常にゴージャスじゃないかな、うん、かなりいいと思うよねえ <laughs> まあ風呂がちょっと古典的っていうのもあるけどまあまあ家を作るにしてはまあ別にいいんじゃないかな ねえあれまあ住みたいかどうかはまた別なんだけどねやっぱりその昔の風呂よりさ現代の風呂の方がいいからさあれ完全になんか、ね、市販で売ってるバスタブだからさあ奥の部屋にやってまいりましたさあこちらの部屋に関しましてはなんか左の方には宝物がショーケースに入っておりますねで真ん中には振り子時計があって で、左の方に行くと、あれはピアノかなピアノでしょうかね写真を撮るところと、ピアノらしきものがありますね。<laughs> めっちゃいじってるんだけど、めっちゃいじってますよ。で、こっちの方に行くと、何があるなんか、休憩所みたいな感じかなちょっと一服みたいな感じで、紅茶とケーキを一緒に食べて、はぁ、今日も疲れたなみたいな感じで、一息をつく空間でしょうか まあまあなかなかねこちらの部屋もいいデザインになってるんじゃないかな、ね、絨毯も壁紙もかなりねいい雰囲気を醸し出してますからねさてさて続いて右の部屋にやってまいりましたさあ右の部屋としましてはこのような形になっておりますさあこちらの部屋に関しましてもまあまあ一般的な部屋っちゃ部屋なんだがまあ、どちらかというとキッチンを意味しているんでしょうか で食材もあるしで、流し台もあるし、キッチンらしきものもあるし、みたいな感じで。まあまあ、おそらくあちらの方はね、普通にキッチンかなと思います。さあ、お次は地下にやってきました。さあ、地下の部屋に関しましては、このような感じになっております。落ち着く音楽ですね。めっちゃ眠くなってくるんだけど。<laughs> まあまあ、書斎って感じでしょうが、まあ、パッと見だとね、 いや、めっちゃいいよな。俺、こういう部屋めっちゃ憧れるんだけど、まあ本はあんまり読まないんだけどさ、漫画は読むんだけど、なかなかね、いい感じですよね。っていうわけで、次の部屋に行きますか。よし、2階にやってきたぜ。やべえな、録画時間。もう35分も撮ってるんだけど、これカットしねえとやべえな、っていうわけで、ちょっとね、部屋紹介にかなり時間をかけてしまっておりますので、ちょっとね、スピードアップして見ていきたいと思う。 これはマジでやべえな。下手しい1時間行くぞ、これは。さあ、2階に関しましてはこんな感じになっていますね。うん。地下に関しては書斎だったけど、こちらはリビングって感じかな。リビングってわけではないけど、厳密には。まあまあ、この家の中だと、まあそういった感じかな。これは寝室でもあるのか それにしても一つ一つしっかりとこだわっていますよね。こういう小物とかも。ねこういうところすごいなと思うわ。さあ、続いてもう一件いきたいと思います。<laughs> やべえ、マジで。録画時間がマジやばい。いやー、過去最大の録画時間になってるな、これ。<laughs> っていうわけで、ちょっとね、スピードアップしていきますね。さあ、こちらに関しましては、ジャングルですね。はい。ジャングル部屋になっております。嘘です。 嘘ですねおピクミンだうわかわいいピクミンじゃんやべえなピクミンやりたくなってくるわまあまあ単純にね今の部屋は庭でしょうね庭でこちらの方に関してはお部屋はそんなに広くないな結構狭いですねうん最終強化まではされてないと <laughs> ちょいと拝見いたしますでまあこちらの方はまあ流し台と で、まあ、食材が置いてあるので、まあまあ、パッと見だと食べるところですよね。まあ、食べるところっていうか、調理するところって言った方が正しいのかな、これは。そして、なぜかよくわからないけど、食べるところと見せかけて、豚の貯金箱が置いてあるというね。さあ、次の部屋に行きましょうか。さあ、やってまいりました。なんかめっちゃ黄色い部屋だな。めっちゃ黄色いな。なんだこの部屋は。 でまあ、パッと見だと子供部屋みたいな感じかなこれはいやー違うかそしてなぜかガチャガチャがありますねでハムスターがここにいるといったところでであれは勉強机かな多分これは子供部屋だと思うんですけどねえ机の上にはプリンがありますねでこちらの方に行くとなぜかキリンがあるという <laughs> ね謎部屋だけどさあ次の部屋に行ってまいりましょう さあ続いて左の部屋にやってまいりましたさあこちらの方に関しましては先ほどのジャングルに引き続きジャングルっぽい部屋になってます <laughs> 語彙力がやばいだけどまあまあまあ自然たっぷりねあふれる部屋ですねで左の方にはトイレがあって、まあ、洗濯機があるのでまあまあここら辺はバスルームになってるのかなそれにしても自然が多いけど。 いやー、だけどさ、こうやって緑あふれる部屋ってさ、いいよね。自然がたっぷりで。なかなかこういう部屋に住む機会ってないしさ。さあ、続いて2階にやってまいりました。さあ、こちらの部屋に関しましても、最終強化はされておりませんね。見なかったことにしよう。<laughs> なんで別にいいじゃん。え、っちゃダメなものがあるのか。で、こちらの方に関しては <laughs>、 <laughs> 何なんだろうえ普通にプライベートの部屋かなまあパッドミーだとプライベートの部屋かなと思うんですけどそして机の上にはピザとポップコーンがあるって言ったところでさあこれに関しましてはピザを食べながらテレビを見るって感じでしょうかよっしゃ地下にやってきたぞっていうところで地下を探索していきたいんだがこちらの部屋に関しましても最終強化ではありませんね で、この部屋は一体何なんだろう裁縫する部屋なんかな、まあ、作業部屋みたいな感じでしょうかなかなか珍しい部屋じゃないこういう部屋ってなかなかないもんね。もしかすると商品とかを作る部屋なのかなね服とかもそこにありますしね。服を作る部屋みたいな感じのイメージで合ってますかねいや、わからないけど、多分そうだよな。パッドミーだと。 いやあ、だけどさ、どの部屋もマジでめちゃくちゃ細かいところまでこだわって作られてますよね。いやあ、マジですげえと思うわ、ね。なかなかこういう部屋って作れるもんじゃないしね。まあ、デザイン性とか経験とかいろいろな力が必要ですし。っていうわけで、これで一通り見たかな。やべえな、録画時間。いや、カットしねえとさ、これマジでやべえぞ。 よしよしよし。っていうわけで本日はこの辺りで終わりますか。果たしてここまで見てる人がいるかわからないけど。いや、めちゃくちゃさ、長くなっちゃったからな、録画時間。っていうわけで本日はこの辺りで終わりたいと思います。まだチャンネル登録をしてない方がおられましたら、ぜひチャンネル登録もしてこれからも来ていただければ非常に嬉しいです。 あとは生放送も最近よくやっておりますのでぜひ遊びに来てくださいではではお疲れ様でした